つの井戸が見つかりました。大きくて深い井戸です。井戸の中から江戸時代の初め頃のお茶碗や木製品などがたくさん出てきました。唐津焼き、薩摩焼き、伊万里焼きか中国陶磁器、木製の器、下駄、箸、都の城が廃城となり、領主館を中心とする新しい町が作られ始めた頃の資料です。井戸の底からはビルが見えます。発掘調査は続きます。